フィッシングスーパースター。はい、フィッシングスーパースターです。はあ、決まった。今日はですね、新浜のね、まあ塩見さん、はい、塩見さんのね、マイボートで、シーバス、今イカパターンが熱いってことで、出航しようと思うんですけども、僕のファンね、長いことやってくれてる人は覚えてるかもしれないけども、何年前やろ、5、6年前、もうちょっと前かな、フルコンタクトでね編み出したイカパターンのリーサルウェポンルアチヌペンフォトアル ×3、 これがねイカパターンでめちゃめちゃ釣れよるんですよ。これですね。でまあキャストした時にねこうふにゃふにゃしてるからね絡みやすいんだけど、こうやってね、でもそれをうちもう絡んどるでしょ打ち破るかのようなね超過が出るルアーだったので、ここでもね有効的なのかというかね、今日は試してみたいと思います。見とってや。三連結チヌペンホタル、まあなくしたらトラウマ残るやつやね。一投目は異常なしです。こんなアクションです。取れる。もうまるでイカの群れです。お、当たらんな。お、触った。トンってきよった。おや回収したらできよったね。ひょっとしたら上の方かもしれない。これね今日はねロッド、これエクスペーション KOZ エクスペーションの C67TM、 まあ普段ね僕はナマズでよう使ってる竿やねんけど、まあ吸い込み重視、ちょっとねティップが柔らかい竿なんで、グラスコンポジットの竿ですからティップが柔らかい、あこうスッて吸い込むね、イカを吸い込んで食ってるからその吸い込み重視、それをまあ吸い込んだやつをきれいにこう乗せるねことのできる竿なんで、今日はこのロッドを使ってます。リールはねこれ21、今年のね21年モデルの軽かったコンクエスト200のハイギア HG ですね。これでやっております。このルアーはね3連結することによってイカのこういうねこういう動きを演出とプラス群れね、イカのスクール群れで移動しよるから、その演出をダブルで演出してるつもりですまあね、なんか知らんけどよう釣れんねんこのルアー。新編をね異連結すんのがすごい流行っとったからイカパターンとしてね、じゃあチヌペンホトルを3つ連結したら思ってねやってみたのがこのルアーの始まりなんやけども、まあ今のところねその効果が発揮できてんのかようわからんけど、非常に釣り勝つことのできたねルアーなんですよこれ。まあまあ理にはかなっとると思うんですよね。シーバスいけるかな。めっちゃ軽いね。
います。あ、入れんかった。なんかこれ抜けた。いいバイト、めっちゃいいバイトやった。ナイスバイトやったけどな、すっぽ抜けた。よっしゃ、うい、見えたね、バイトが。おい、おるね。なんでこれ。おお、ボイルしてんな。おお、ボイルしてる。なんかちっちゃいな、ベイトが。イカ違うんかな。マイクロやな。マイクロベイトやな。なんか いやマイクロ吐く。おい、いいか。おわ、去った。ちょんとしか当たらんね。イカからマイクロベイトに変わった感じやね、これ。ベイトがイカじゃないね、これ。ベイトが変わってもおとるな。やばいな。よしよし、はい、抜いてもうた。当たったね。よし、よし、おお。よし、よし、おお。おお、おお。よっしゃ、ナイスサイズ。これやで、これ、これ、これ、やりたかったイカパターン。ほら、ナイスサイズ。ガッツン食っとるわ。おい。おい。ほ、でかい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 。でかいでかいでかい。おい。おい。おほほ、トランクサウンド、ナイス。おほほほ、めっちゃいこ、タオリンフィッシュで、タオリンフィッシュ。めっちゃいく。これこれ、やりたかったん、これ、これやで、これ。たまらん、めっちゃいく。うわ、でかいわ。これ大きいんちゃうの。よいしょ。お、おい。いけるわ、キラ。よいしょ。おい、入った。おい、おい、網ちっちゃいみんて。
イカパターン、サクレッチャー、ほら、ね。チヌペンホタル三連結やばいっしょ。怖いな。よっしゃ、でっか。これこれ、超イカパターン。どういう意味や。うわ、でっか。これ今は1メーターやけど、頭が全然ここやからここまで移動してゼロ。お、80、81、82センチ。ハニー、82センチ。ほー、またやったね、イカパターン、チヌペンホタル三連結、イカパターンでやってみました。いこう、フィッシングスーパースター、スター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 、イカパターンでランカーシュハンティング、噛んだ。やったー。あー、でもちょこんてね、どうもね、急にイカが抜けてもうたみたいでね、これね、今マイクロ追ってるシーバスを釣ってるんですけども、イカが少し前まで追ったんで、記憶でこれイカパターンで食ってきてる魚だと思うんですよ。やりました、でっか。やった、ありがとうな、釣れてくれてありがとうやで。よしよし、よし、おー、元気元気。82センチ、ハニーです、ハニー。ついね、数日前までイカがおったみたいだけど、今日急になんかベイトが変わってもうたみたいで焦りましたけど、イカパターン成立したね。いけるか、よいしょ、おい、ありがとう、グッドラック、大きにハニーシーバス。すげえでしょ、もう一本釣ろうか。調子に乗っちゃって。行きます。エビった、お、ゾンビ、ほい、お、どうした急に、おっしゃ、はい、ほんと当たりが弱い、ちっちゃいね、ベイトを食ってる当たり方してますね。おっしゃ、おっしゃ、見えた、ちっちゃいね、ベイトを食ってる当たり方してますね。おっしゃ、よっしゃ、見えた。ちっちゃいね、ベイトを食ってる当たり方してますね。よっしゃ、よっしゃ、見えた。突き上げてきよった。おお、ジャンプ。うえ、最高。これは下から飛び出してきて突き上げたね。わあ、下にシーバスおるわ。ダブルヘッドせんか？おい、お、めっちゃ引く。おい、強すぎるやろ。わあ、ジャンプ。このドラグでも結構ガチガチに締めてねえけどね、わけなく出していくね。おい、もうちょっと暴れさせた方がいいな。おい、おい、ナイスジャンプ。よっしゃ、お願いします。おい、今なんかあの柔道の技かなんかかかりました。いくよ、よいしょ、はい、オッケー、イエイ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 、イエス。おわ、ふっと、ふっ
とふっとバッとやばい、すごいな、下からほんちくしょーほんちくしょーって出てきちゃったね。お、まずいだ。おー、これはねガンダムでいうとこのドムですね。もうエッチねそんなワード使えんのかな。うわー、Aスタイルしてる、すんごいします。よっしゃ、70ぐらい、イエーイ、リリーしますよ。いった、はい、ありがとう、ありがとう、よし、イエーイ、元気、すげえすげえすげえ。今のイカ食ってたんかどうか分からんけども、コッてきてちっちゃいあたりで食っとってね、巻いてきたら下からブワーブワーってボンドリ打ってね、チューチューなく食ってきました。この一番前の子がやられてましたね。赤のなんていうルアーやったっけ、これメガペンホタルちゃわ、シルペンホタル。おお、こんなんしてる場合じゃん、すぐそこ、すごいな、急に奥切りだ。すげえな、クソドンオープンでも、これベイト入ったんかな、イカが入ったんかもしれん。あ、じゃあマイクロやね。あれ、実はこれマイクロパターンやったんか。よし、おお。でっか、でかでかでか、でっか、でっか今の、おい、このウェーブですか、こいつ、おお、よいしょ、お、ここ出てるやん、よっしゃ、よっしゃ、お、でかいでかいでかい、よっしゃ、よっしゃ、お、でかいでかいでかい、よっしゃ、よっしゃ、よし、これはすごいわ、おほほ、めっちゃいく、思ってるほど時間なかったわ楽しい、よっしゃ、イエーイ、行きますよ、ちゅうか大きくないし、おお。ありがとうございます、イエーイ、おー、外れた。今見とってもうと分かるようにね、このルアーのすごいとこは捕食として食ってきてるんですよ。リアクションじゃなくて捕食として食ってきているからバレないんですよね。よし、顔出した時はね、デカ見えたけど、50代、よし、ねえ、バレへんって言うててバラしたらどうしようかなと思いながらこのコメントを用意してました、ありがとう。よし、よし、イカパターンのね、必殺秘策、3連チルペンホタル、一番前にね、このタングステン芯がついてるやつつけてね、あとはジョイントするだけ、簡単です、作り方も簡単です。
針をね、外して、まあスピードリングで連結して YS81 のシャープこれは6をつけるだけ。簡単ですね。ぜひやってみてください。はいよ、フィッシングスーパー、あ、じゃあ、フィッシングスーパースターです。何を釣んねんというと、こんな服着てるからバレてると思うけども、アマゴです。餌取りが頑張っとる。ほらトーントーン、あ、なんかかかった、あ、なんかかかった、